伝授。伝授は五目並べを競技として成立するようにルールを整えたボードゲームの一種である。伝授は五番の上に黒白の五石を交互に置き、先に石を縦横斜めのいずれかに五つ並べたものが勝ちである。しかしこの条件では、先手の必勝法が解明、口述の歴史を参照されており、競技として成立しないため、 ルールにより先手の着手を制限して、先手と後手の均衡を取ったものを連受もしくは着手制限玉と呼称することが多い。しかし、先手の着手を制限しても、なお、先手必勝の方法が発見されたため、現在では単純に先手、後手を決めるのではなく、変則的な方法によるものが正式なルールとなっている。詳細は、開局規定の項を参照。連受は、 二人例は有限確定完全情報ゲームに分類される。かつては、連樹とも表記していたが、戦後は、常用漢字制限により、連樹という表記がほとんどである。連樹では、以下の用具を用いる、通常使用される縦横15本の線を持つ番を15、銅番、15銅番、という。後点、目の数は225、マス目の数は196、第三世名人。 高木楽山があるうるとして十五同番の採用を決めるまでは五番、九同番。以後では十九路番というが使われ、現在でも公式戦以外では五番を代用することもある。連獣はそもそも先手が優位に立ちやすい性質上十五道より数が増えると、より先手持ちの対局進行にいるので、先手に禁止を与えるとともにこれ以上の数は増やさず十五道で定められている。 レンジ板を作る木材には、5番と同様、蚊ヤ、スプルース、新カヤ、カツラ、イチョウ、ヒノキ、ヒバ、アガチス、新カツラなどがあり、蚊ヤ製のマサメ板が最も高価である。またプラスチック製のものやゴム製、持ち運び用のマグネットボイスに対応した、金属製のものもある。レンジ板の価格は、将棋板とほぼ同じで数千円から数百万円まで、様々。 競技人口が少ないせいもあって、受注生産となる場合がほとんどである。形状は畳などの上で椅子を用いない対局で床に直接置き使用する足付盤以外にもテーブルの上で用いる薄い板状のものも公式戦で使用される。それ以外にも折りたたみ式のものなどもある。足付連ソロ盤の裏側の中央部分には凹みがある。これは血だまりと呼ばれ、 対局中に横から口を挟む人間は首をはねられ、このへこみに乗せられることになるという。しかし実際には打った時の音の響きを良くするためとも言われている。足つき盤でも2寸程度の薄い盤にはへこみはついていない。大きさは将棋盤、縦1尺2寸、横1尺1寸とほぼ同じで、厚さは足つき盤で2寸から9寸程度まである。木製のものは 将棋盤用に切った材料から制作され、将棋盤の天面を削り線を引き直す場合もある。練習対局では、レンジ盤と五石の代わりに、五盤や十王十五本ずつ線を引いた、方眼紙と筆記具を用いることもある。レンジの原型となった五目並べは、千七百年代中頃の二条家で、行われていた五国、五つ石と称されたゲームが、民間に伝わったものとされる。 以前は中国誕生説が唱えられたこともあったが、囲碁イコールレンジュという発想から推定されていたに、過ぎず、調査研究の結果、根拠となる資料はないことが判明している。1856年、安政3年に、五意ただし河原州が刊行されて、以降、流派ごとに、五位志、覚悟、覚悟、五目並べ、五宝、五つら面、ね、慶語など故障は異なるもののゲームとして、 行われるようになり、解説書も数多く発行された。1899年、明治32年、黒岩瑠孔は、自身が主観であった一万長法に五目並べの選定必勝法を掲載した。彼は、同年12月6日、このゲームを、連珠と呼ぶことを、動詞上で提案した。この日が、連珠の発祥した日となる。なお、連珠の初代衛生名人である。 高山互い楽とは黒岩類公本人であり、高山互い楽は彼の号である。1931年、第三代の名人であり、以後も強かった高木楽山は十五同番の採用や黒の四十四、を禁じ手とするなどのルール改正を提唱した。しかしこれは論争を引き起こし、連磁関連団体の分裂の原因となった。 1966年分裂していた連盟が社団法人日本連獣者として一つになる。1988年連獣国際連盟が発足した。連獣国際連盟は日本連獣者のルールに準拠したルールを採用している。1989年から連獣国際連盟が主催する連獣世界選手権が開始され、奇数年に個人世界選手権が たま数年にチーム世界選手権が実施されている。2014年日本連珠社は公益社団法人化された。連珠の特徴は黒と白とでルールが違うところである。双方の均衡を募るため黒に様々な制約を課している。二人の対局者がそれぞれ黒、白の五石を持ち、交互に一つずつ石を置いていく。石を置く場所は線の交点上である。 黒が先手で一手目は天元、中央の星に打つ。また、白の二手目は天元から一目離れた場所に、黒の三手目は天元から二目以内離れた場所に打たなければならない。このため、三手目までの形が対象型を除き二十六通りあり、これらを主形と呼ぶ。玉型にはそれぞれ名がついている。なお四手目以降の打つ場所に制限はない。 黒が有利とならないよう、黒に限って五連を並べる前の三十三、四十四、長連は禁止となる。黒が禁止を打った場合はその時点で指摘されれば負けとなる。白に禁止はなく、長連は五連とみなして勝ちとなる。ただし、長連を除いては黒が禁止を打ち白が黒の禁止に気づかずに次の手を着手した場合は、禁止が解除され対局を続行させることができる。 上記のルールにより、3と4と4が同時にできる344を黒が作った場合は、黒の禁酒になる。一方、黒が5連を作った瞬間に33も同時にできる533や44ができる544,56など5連と、同時に長連もできる場合は、禁止とならず、黒の勝ちである。過去、縁日や盛り場で盛んに、大同五目、 大道レンジが行われていた。これは、詰めレンジ5目の問題を提示して、正解者には商品を申請する代わりに、失敗者からはいくらかの料金を取るものであった。大道5目と現在の国際ルールの最大の違いは、大道5目が533や544、56が禁止であることであった。ほとんどが、二手勝ちの問題であったが、 この微妙なルールの際によって一見勝ち筋が量にあるように見えても実際にはほとんどの勝ち筋が禁じ手になるため連獣の有段者でも間違う難解な問題が多かった白の二手目は黒の一手目点元の一つ上に並べておくか右斜め上に置くことになっている並べておく方を直接打ちと言いい斜めに置く方を間接打ちといって区別する 玉形には、月、または、星の文字が入った名が、それぞれの形ごとに決まっている。白石を月に見立て、黒雪や山などに見立てて名付けられたのが玉形の名の、起源である。例、月、三点にあり、ゆえに三月という。かつて玉形は、黒の一手目と三手目の石の位置を基準に、連、二つの石が隣り合った、一、間。 十横斜めのいずれかに一つ飛ばした位置、桂、ツラ、以後で有形間の位置に分類され、桂と連に、ガツ、間に、星のつくなが割り当てられた。現在では玉型を直接打ち、間接打ちに分類するため、それぞれに、ガツと星のつくなが混在している。開局規定、オープニングルールとは、その名の通り開局を行うための規定である。 単に交互に打ち進めていくだけでは、多くの玉型で、必ず先手が勝ってしまうため、先手後手の均等を取るために開局規定が、考案された。現在の世界共通ルール、リフルールでは玉型交代、後玉2か招致が用いられる。これは、以下の手順によって行う。玉型後玉台数定時選択打ちは、日本の山口雄水球団が提唱したルールである。 通称で、大数指定打ち、大数定時打ちと呼ばれる。現在の二箇所打ちより、オープニングの幅を増やそうと考案された、次世代ルール。今後は二箇所打ちに変わってこれが、主流になると思われる。近郊打ちとは、坂田五郎球団が提唱したルール。五回交代打ちとは、ロシアのユーリー・タラニコフが提唱したルール。二回交代打ちとは、 スウェーデンのピーター・ヨンソンが提唱したルール。伝授は、先手版による必勝定石が存在することが知られている数少ないゲームである。禁止を設けても、単純に黒白が交互に打っていくならば、先手側に様々な必勝手順があることが確立されていい。そこで、現行では玉型交代、五玉二箇所打ちなどの開局規定により、両対局者間の均衡を取っている。 ただし、必勝と言われている定石でも、非常に変化に富んだものが多く、実際に対局で打ちこなすには相当の知識と技量が必要である。そのため、逆にあえて必勝と言われる形を打たせて、間違いを誘うことで勝ちを得ようとする、ご手作も数多く存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。